ルイス・ガルシア・フェルナンディスは、スペイン・オビエド出身の元サッカー選手。スペイン代表であった。現役時代のポジションは、フォワード、ミッドフィールダー。初期の経歴少年時代に4度もクラブを転々とした、後、レアル・マドリードの下部組織に加入した。2001年に B チームであるレアル・マドリード・カスティージャに、昇格し、コパデル・レイの試合で、トップチームデビューを果たしたが、 プリメーラリビシオンの試合には出場していない。2003年夏にレアルムルシアに完全移籍し、8月31日のセルタデビー5戦でトップリーグデビューを飾った。その試合で初得点となる PK を決めると、2004年5月16日のフルスレアルマドリード戦では2得点を挙げた。2003から04シーズンは全試合に出場して11得点を挙げたが、 彼の活躍の甲斐もなく、チームは、セグンダ・ディビシオン降格となった。2004年夏、サミュエル・エトーを放出した、RCD ・マヨルカに移籍した。2004から05シーズンは常に降格圏内に位置、したが、ルイス・ガルシアは前、シーズンと同じ11得点を挙げ、チームは、最終節で17位に浮上して、降格を回避した。RCD ・スパニョールチーム事情により、 RCD マヨルカを離れ、2005年夏、RCD エスパニオールと5年契約を結んだ。RCD エスパニオールでは、ラウール・タムードと名コンビを組み、2005から06シーズンから2007から08シーズンまでの3シーズンで2人合わせて、計67得点を挙げている。2005から06シーズンは公式戦を通じて49試合に、 出場して14得点した。コパデルレー決勝のレアルサラゴサ戦では2得点を挙げ、自身初のタイトル獲得に貢献し、シーズン終盤には2012年までの契約延長を果たした。2006年11月23日、UEFA カップの SV ズルテワレヘム戦で、ハットトリックを達成した。2006から07シーズンの同大会では、計5得点を挙げたが、 決勝のセビージャ FC 戦における PK 戦では彼の PK 失敗により敗北が決まった。2007から08シーズンにはリーグ戦で自己最多の13得点を挙げ、デビューした2003から04シーズン以降後、シーズン連続でリーグ戦2桁得点を記録していたが2008から09シーズンにはサイドハーフとして起用されることも増え、キャリア最小の5得点に終わった。 チーム状況に応じてトップした、右サイドハーフフォワードなど様々なポジションをこなし、2010年1月に、パブロ・ダニエル・オスワルドが加入すると、ルイス・ガルシアはもっぱら、ウィングとして起用された。2010から11シーズンには怪我で戦列を離れた、イバンデ・ラペーニアの代わりにキャプテンを務めた。レアル・サラゴサ2011年8月31日、遺跡史上の最終日に、 レアルサラゴサと3年契約を結んだ。フリートランスファーのため移籍金は発生しない。9月18日、フルス・ RCD エスパニオール戦で2得点を挙げたが、PK を失敗して、ハットトリック達成はならなかった。カス・オイペン・サラゴサのセグンダ・ディビシオン降格に伴い、2014年7月19日に、ベルギー・ニブリーグのカス・オイペンに移籍した。 2019年4月21日引退。2006から07シーズンの RCD s パニオールでの特筆すべき活躍により、2007年6月2日 UEFA ユーロ2008予選のラトビア代表戦でスペイン代表デビューした。それ以来、ルイス・アラゴネス監督にコンスタントに招集されたが、2008年の UEFA ユーロ2008本大会出場は逃した。 ありがとうございます。